こんにちは、くるみだれチャンネル略してくるちゃん。今回は観葉植物を育てる上でぜひぜひやってほしい肥料の与え方について説明したいと思います。まず肥料について基本的なことをお話ししたいと思います。肥料にはいくつか種類があって、それらすべてに三大栄養素っていうものが含まれてます。でその三大栄養素が窒素、リン酸、あとカリウムの3つ、三大栄養素。それら一つ一つそこまで明確に知らなくてもいいんですけど、知っていてほしいのは、窒素は葉肥って言って葉っぱや、あと植物全体を元気にする栄養素が含まれてます。あとリン酸、リン酸っていうのはお花、花つきが良くなったり、実物、あの果実がなるレモンとかみかんとか、お花つきが良くなるような実物の実がなるような栄養を含んでいるのがリン酸です。最後カリウム、カリウムっていうのがこれは根っこに効く栄養です。カリウムを与えて根をしっかり張らせて、そうすることで植物が例えば害虫被害に遭った時、あと寒さに当たった、暑さに当たったっていう外からの被害に、植物が自分に起きたことに対する抵抗力を高めてあげるっていうところで、カリウムのこの三大栄養素をうまくバランスとタイミングをとってで使ってあげる必要があります。それらがうまく配合されている肥料が、それもまたパターンがあって、それぞれ使うタイミングが違います。今回は、私が使用している例をもとに、あのそれぞれどのタイミングでどれぐらい使ったらいいのかっていうのをお伝えしていこうと思っています。肥料に関してなんですけど、まず有機肥料か化成肥料、化学肥料ですね、の2パターンに大きく分かれます。でその有機肥料っていうのは、例えば油かすとか米ぬかとか、そういった植物性のものとか、あと動物性のものでいうと、まあ、鶏糞とか牛糞とか、そういった動物性の有機肥料っていうものが一般的にはあって、化学肥料っていうのは人が人工的に作ったりとか、あと天然の成分をうまく化学的に配合したものっていうのが、化成肥料、化学肥料になります。で、私がインテリアグリーンを紹介する中でどっちがおすすめかっていうのは化学肥料の方です。なんでかっていうと、有機肥料のデメリットとして挙げられるのが匂いですね。まあ、鶏糞なんか特に分かりやすいと思うんですけど、あと有機肥料に関しては虫が、害虫が発生してしまいます。有機肥料の中の成分っていうのが虫が好きだったり、菌の繁殖を促してしまう、いい意味でみんなに好まれるような栄養が含まれてしまっているので、前回も話したコバエとかいろんな害虫植物にはたくさんいるんですけど、そういったものの餌にもなってしまうっていうところで、私は、有機肥料はインテリアグリーンではおすすめしません。外で使う分にはいいかと思うんですけど、インテリアグリーンに使うのはちょっと控えた方がいいんじゃないかなと思います。逆に化学肥料の方は匂いがないのと、そういった害虫、虫の発生源になる餌にはならないので、インテリアグリーンで室内で清潔に楽しんでいただくには、化学肥料、化成肥料の方が便利なんではないかなと私は思っています。ではここからは使ってほしい肥料を、順番を、タイミングを追って説明していきたいと思います。まず最初ですね、植物を購入していて、そこから植え替えしたりすると思うんですけど、その植え替えのタイミングの時、第1段階で使ってほしいのが3マガンプ、おすすめします。では元肥って呼ばれるタイプの肥料です。元肥っていうのは植物が植え付けされてから根を張るまでの成長を助けるような成分で作られているものがほとんどです。はい、マガンプは本当によく見かけると思うんですけど、これは元肥なので土に混ぜ込んで使ってもらうような肥料になります。中粒で、通年植え付けから1年間効果が持続するようなものになってるんですけど、ちょっと出してみますね。はい、ものとしてはこんな感じの粒状のタイプになってます。これを植え替える時、私の植え替え動画の中では、まず鉢底に引いた後1センチぐらいうっすら引いてくださいってお願いしてるんですけど、その1センチ引いたところにマガンプを一つまみぐらいでいいので、パラパラっと一つまみ土の上に乗せてあげて、その上に植物を植え付けるようにします。そうすると植物がマガンプの栄養を探して、
ぐーっと鉢底の方に伸びていくので、それによって植物の根の張りが早くなる、植物が根をつかむのが早くなるので、マガンプは鉢の底の方にパラパラっと巻いてあげるのをおすすめします。手軽にできて、植え付けの時まあ忘れなければ確実に植物がそれを求めて根をこう活着をね助けてくれるのでおすすめです。先ほど植え付けの時のマガンプおすすめしました。次は植え付けた後ですね、根が活着した植物についてどういう風に肥料を与えたらいいかっていうところなんですけど、マガンプ元肥、これは追肥になります。追う肥料ですね。植え付けた後根がしっかり土を掴んだものに対して使う追肥って呼ばれるものです。何をどの程度それぞれの植物に与えたらいいよっていうのを書いてあるんですけど、使うタイミングとしては春先の新芽が出るぐらいですね。今は5月なんですけど、私は3月4月ぐらいに植物新芽が出た順に与えてます。でなんで新芽が出たタイミングなのかっていうのは、新芽が出たタイミングっていうのは植物が冬の寒さを超えて春を感じ始めた、それでこれから成長期に向かうっていうところで、まだ完全に成長期ではないけれど栄養は欲しい、ご飯は欲しいっていうタイミングなので、緩やかに効く追肥としてこういった化成肥料の固形タイプを使用していきます。はい、今開けてきました。中身はこういったボール状丸いものが入ってます。固形肥料に関しては土の上に置いてもらうだけで大丈夫です。置いてもらうだけで次の水やりからだんだんとじわじわと溶けていって、これの場合は3ヶ月に一度っていう風に書いてあるので、3ヶ月間かけてゆっくりじっくり植物をこう活性化してくれる、栄養を与えてくれるような肥料になります。固形肥料を与える際の注意点とし、与える場所を間違えないようにしてください。これはうちにいるスパティフィラムなんですけど、この株元、株のすぐそこに上げてしまうと一気に根を傷めてしまう可能性があるので、必ず置く場所は株元から離したところ、こんな感じで鉢の端っこに置いて、水やりの時にじわーっと土に染み込むようなイメージで必ず株の近くには置かない、これは守ってあげてください。そうすると3ヶ月間ですね、じっくりじっくり栄養が溶けていって植物が元気に成長期を迎える準備をしていきます。4月ぐらいの展開から合わせて梅雨時期ぐらいまでですかね、はこの肥料でゆっくりじっくり植物をサポートしていきます。最後ですね、お話しするのはこちら液肥です。液体肥料ですね。液肥は、追肥、先ほどお伝えしたこのフラワーボール、この固形肥料か液体肥料かっていうところで用途はどちらも追肥になります。なので植物をこれから長く管理する中では元肥よりもこっちの追肥の方が使うことが多いかと思うんですけど、このハイポネックスは液肥で薄めるタイプの原液を私は持っています。ホームセンター、あとドラッグストアなんかでも売ってるぐらい、いろんなところで手に入るので、観葉植物育ててる方は1本持っておくと便利だと思います。ハイポネックス原液なので、これは薄めて使います。薄める方法ですね。ハイポネックスの薄め方なんですけど、希釈って言って薄めるってことですね。希釈率はすべてこの後ろに書いてあります。観葉植物の場合は500倍に薄めてあげることが必要なので、私は常時、これもまたホームセンターとかに売ってるんですけど、先端に細いこうストロー状のものがついたピューッと出せば使えるやつですね。これを、便利なので使っているんですけど、これは、500入るものを使ってるので500倍ですね。1ミリ入れて500、これ1倍に薄めて使ってあげます。1ミリっていうとすっごく少ないです。このハイポネックス蓋のキャップのところが、満パンにすると20ミリ入るようになってます。なんですけど20ミリ入れるっていうことは相当な希釈率で量が多くなりすぎてしまうので、これは私はあまり使いません。その代わりに量りを用意していて、ここにちょっと持ち入れるんですけど、ちょっと出してもらって、ほんとちょっとです。で、ここに1ミリ入れます。はい。ここにお水を足してあげて500倍の
ハイポネックス溶液を自分で作るっていうところが一つポイントなんですけど、これはこのまま原液のまま使うのは NG なのと、他の液体肥料と混ぜるのも絶対にやめてください。今、500の目盛りに合わせてお水を入れてきました。もう本当に多分動画で見る分にはただの水ぐらいなんですけど、実際目で見ると若干水色かなっていうくらい薄めです。で、これを植物に与えるんですけど、与えるタイミングは成長期。成長期って呼ばれるのは気温が上がった5月から10月ぐらいまでを言うんですけど、液肥は成長期を迎えた植物にだいたい2週間から1度水やりのタイミングの時に、水やりの代わりにこのハイポネックスを薄めた水を与えます。なので土が乾いたらたっぷりあげるのが成長期になるんですけど、例えば本当に乾きが早いと 2,3 日に1度の水やりになってくるものの、1度ですね、2週間経った後の水やりの時の水やりをこのハイポネックス溶液に変えてあげて、栄養っていうのは植物にとってご飯の役割をしているので、これを与えることでご飯を与えて2週間それ食べさせて、プラスお水で成長を促して、また2週間後ご飯を与えるみたいな感覚で、まあそのご飯を忘れたからといって水やりをしているので植物が枯れるとかっていうことはないんですけど、より成長期の生育を助けるっていうところで液体肥料は成長期に使ってあげてください。で、なぜ液体肥料を成長期に使うのかっていうのは、液体肥料は水に溶けて根がすぐ吸いやすいので即効性が強いです。植物が与えられたらすぐ吸ってそれをパワーにしてくれるっていう感覚ですね。先ほど追肥で最初の春口に使ってくださいって言ったこっちの固形肥料、固形肥料は水に溶けてじわじわっていう感じですね。なのですごい緩やかに効いていきます。に比べて液体の方は迅速に植物に働きかけてくれるので、成長期育てたいっていう時には液肥を使っていきましょう。あとは液肥の与え方なんですけど、与える時は水やりと同じタイミングを1回液肥のあの溶液に変えてほしいので、今回は先ほどの固形肥料と違って株元狙ってもらって大丈夫です。水やりと同じなので鉢底から滴るぐらいたっぷりとあげてください。で、この時にこのスポイト状なのがすごく便利なのが、ダイレクトにこの株元に与えることができる、周りに散ることもなく与えることができるのですごく便利です。こんな感じで押しながらピューッと出すとダイレクトに植物に与えることができます。これを2週間に1度水やりの代わりにあげてもらうと、植物が元気に育ってくれるのを手助けしてくれるので、肥料の使うタイミングは2週間に1度、あげ方は水やりの時と一緒、鉢底から滴るぐらいをたっぷり株元狙ってあげてください。これ便利です。最後にシーズン通しての肥料のあげ方をおさらいしていこうと思います。まずは春ですね。春は植え替えのシーズンなので、この元肥ですね、マガンプ他にもいろいろあるんですけど、元肥を使って植物に栄養を与えます。これは植え替えをするときに使ってほしいので、植え替えをしない春新芽を吹き始めた植物にはこっちの追肥、追肥って呼ばれるものの固形タイプ、固形肥料を根元から離した状態、鉢の端に置いてあげて、植物にじんわりゆっくり目覚めの合図として栄養を与えましょう。ものによって3ヶ月に1度、2ヶ月に1度っていうものが多いです。この裏の用途をしっかりと守ってもらえれば、植物の根を傷める肥料焼けもせず、じんわりと植物を成長させられると思います。それで春に根付いた植物が徐々に徐々に暖かさを感じて成長期を迎える夏になります。夏になったら成長期どんどん成長を促したいので、今度はこの液肥に切り替えていきます。で、液肥に切り替えたら、今度はまたこれも同じように希釈率見てもらって、ハイポネックス溶液を作って、これを2週間に1度水やりのタイミングでこのハイポネックス溶液を鉢底から滴るくらいあげてください。はい、水やりの代わりに溶液を与える感覚です。これによって成長期の成長をぐんぐん促してくれるので、植物が通常の水やりよりより一層元気に成長期を迎えてくれると思います。そして秋口ですね。秋はまだ残暑が続く、暑い季節はまだ溶液
領域を使ってもらってても大丈夫です。ただだんだん寒くなってきて最低気温が15度を下回ってきたらそろそろ植物の成長が緩やかになる合図なので、今度は成長期に2週間に1度だったものを月に1回程度に留めます。なのでだいたい成長期が10月ぐらいに終わりを迎えるんですけど、10月から11月にかけては月に1度の水やりをこっちのハイポネックス溶液に変えてあげるっていう感覚です。もうそれこそ成長期終えたら肥料は与えなくてもいいかなと思うんですけど、気持ち11月とかまだ暑かったりするので、月に1回だけこの溶液使ってあげるといいのかなと思います。そしてもう完全に寒くなった12月 1,2,3 ぐらいですね、冬の間は肥料は与えません。それは植物の根の成長が緩やかになる、植物が成長をゆっくりにするタイミングなので、このタイミングでは肥料は必要ありません。逆にこの時に肥料を与えてしまうと肥料過多になってしまって植物のダメージにつながったりとか、もしくは日照条件、日の光が足りないのに肥料ばっかり与えられてしまうと間延び徒長する原因にもなるので、冬の間は肥料は与えず水もあまり与えずっていうところでゆっくり寒さを乗り切らせてあげましょう。でまた春が来るのでこの固形肥料を与える、追肥を与えるっていう風な形で1年のサイクルという風な目安にしてください。あとは植物がですね、これまあ元気なんですけど、体調を崩してる時、植物がちょっと枯れ込んできていたり黄色い葉っぱが目立ってきていたり、体調を崩してる時っていうのは肥料は与えません。これは植物が体調を崩してるっていう時は水が切れていたりとか根が腐っていたりとか何かしら他の原因が考えられます。肥料が足りなくって枯れているっていうことはほとんどありません。なのでそこに助けるために肥料を与えるっていうのは間違っているので、養生をしてあげる必要があると思うんですけど、その時に肥料を与えてしまうと吸えないのに肥料をもらってしまって、それこそ肥料過多、肥料焼けを起こしやすいので、体調を崩している植物には肥料を与えないようにしてください。これ1個注意点です。あともう一つですね、よく植物の活力剤っていうのが売ってます。その活力剤っていうのは活力剤なんですね。栄養剤ではありません。栄養は、私たちが朝昼晩食べてるご飯と一緒で、これは食事です。植物にとっての食事なので与えても問題ないんですけど、活力剤っていうのはサポートする役割なので、人で言うとサプリメントの役割をしています。なので活力剤と栄養剤は別物で考えてください。活力剤は活力剤で、植物に適した揚げ方が載っているので、それに合わせて容量を守って使ってあげるようにしてあげてください。栄養剤とは違うので、植物に対してのサプリメントという感覚でちょっとこう助けてあげるっていう要因で使ってもらえるといいと思います。補足にはなるんですけど、このハイポネックスは1000倍に薄めてあげると、はい、水耕栽培の栄養剤として使うこともできます。ただ1000倍っていうのはすごく薄めにくくて、それも相当な量水耕栽培してないとなかなかボトルでっていうのを使ってあげることはないと思うので、水耕栽培にはそれ用に薄めたものホームセンターに売ってます。それの方が使い勝手がいいのかなと私は思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は、私が使っている肥料について数年どういう風に使っているのかっていうのをお伝えしました。皆さんの植物ボタニカルライフの参考になればと思ったので、皆さんもぜひぜひ今回の情報を活用してもらえたらなと思います。これ勉強になった、参考になったって思ってくださった方、グッドボタンいただけると嬉しいです。こういった肥料のこともそうなんですけど、他にも情報をどんどん発信していくので、これからも見たいなって思ってくださった方、チャンネル登録もしていただけると本当に本当に嬉しいです。はい、くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺で、バイバーイ。